恒例の行事としてやっているんですけども、デイ、このデイは何のことだと皆さん思いますか？一番最初に思い浮かべること、やっぱり消費税じゃないでしょうか。消費税この 10%、 さまざまな野党、もちろん令和新選組、この消費税をゼロにするという政策を掲げています。そしてこのことが今広く国民の方にも広がりまして、消費税は今本当に生活が苦しいから下げてほしい、ゼロにしてほしい、そういったことを考えている国民が世論調査でも6割を超えている、そういった結果も出ています。なのに今この岸田政権が国民の苦しい状況を救いましょうと言っているけれども、そういったことは検討もしていなかったというのがこの間国会の方の山本太郎の国会の質問で明らかになったことです。令和新選組、国会の方で山本太郎が先頭となってさまざまこの消費税のことも訴えてまいりました。そしてこの間令和新選組として2023年どういった年だったのかということを、令和新選組の船越議員がこのように国会の方で述べました。船越議員は2023年は本当はこの失われた30年、もうデフレと生活不況で大変だったこの失われた30年を、この失われた30年によってこの富を取り戻すべき年だったのに、しかしそれを全然やれなかった、代わりに本当にたくさんの悪法が成立してしまった、破滅してしまった年だというふうに述べました。具体的にはやはり老朽した原発を再稼働してしまう原発回帰のための政策が通りました。また日本の武器技術の促進のための道を開くようなこのそういった政策も決まってしまいました。そして増税がどんどん消費税の減税をせずに増税が進んでいるわけなんですけども、これもなぜこれをやっているのか、これは軍拡のための財源の確保をするためにやるということです。そして、まあ、船越議員自らおっしゃってましたけども、ご自分のような障害を持った人やそして高齢者など社会的な弱者にいる方を切り捨ててしまうようなこと、例えば現行の保険証の問題です。この現行の保険証を廃止にするということもやっぱり決めてしまいました。閣議決定決めてしまう、そういったことをやったのが今年の2023年の岸田政権、岸田内閣なんです。この結果今何が起きているか、ご存知のように岸田政権の支持率は本当に下がっています。本来でしたらここまで下がってしまったらもう政権は持たないです。だけどもなぜかズルズルとこのまま行ってしまう、そういったのがこの今の日本の社会そして政治の状況です。これはなぜか、令和新選組はこのように訴えています。やっぱり野党もだらしがなかった、国会与党も野党も茶番といったそういったプラカードを掲げて、ぶしぶし議員などは本当に国会の方で厳しい懲戒の罰を受けましたけれども、でもやっぱりそういうふうに言わざるを得ない状況が今国会の中であります。野党も与党も茶番、本当に野党が今一丸となってこのひどい内閣の状況、岸田政権のことをやめなければいけない、止めなければいけない、変えなければいけない、そのチャンスなんです。でもなかなかそれができていない、そのことをまずは今日ここで皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。私、塚田久子、今、吉野区議会の方でやっております。吉野区議会議員です。でも、令和新選組に所属をしております。区議会の方は、立憲民主党と会派を組んで、立憲、令和、市民の会ということで、まあ、市民のためには一緒になって会派を組んでやっている。けれども、やっぱり国会の方に目を通すとですね、目を移すとですね、野党第一党が本当にもうちょっとしっかりと、政権に対して
せめて総比例のことは言っていただかなければならないと私も強く訴えたいと思います。総比例のこと、今年の清水寺の漢字の一文字税ということが皆さんの国民の声で選ばれましたけれども、それほどに今この税金によって、特に消費税によってみんなが苦しい状況にあるということを改めて、お伝えをしたいと思います。今この30年によって、まあ、少しお話をしましたけれども、本当にデフレの状況が続いて全然良くなりません。これはなぜか、これ皆様のせいじゃないんですよね。皆様の自己責任でそういうふうになっているわけではないんです。これ全部政治の責任なんです。今高齢者、今回の一般質問で高齢者のことも取り上げたんですけども、本当はもう65歳70歳になったらのんびりと好きなことをして暮らしたいじゃないですか。それまで一生懸命働いてきたわけですから。でもそれがならないのがこの今の社会なんです。たくさんの高齢者の方たち、特に女性の貧困が多いんですけども、今3人に1人の高齢者が貧困という状況なんです。だから何をやっているかというと、まあ、もちろん年金も不十分ですよね。高齢者と女性の方たちがとっても危険な現場で働いているんです。夜の工事現場で働いている方たちいらっしゃいますよね。よくよく見ると結構お年を召された方が多いんです。そして女性の方も多いんです。そういった結果何が起きているのかというと、とっても怪我が多い。女性の方が転んだり骨折したり、そして転倒したり、そういった労災がものすごく多いというデータがあります。亡くなっている方も多いんです。それこの高齢者の方たちのせいでしょうか、自己責任でしょうか。そうじゃないですよね。皆さん一生懸命コツコツ働いてきた。だけどもこんなに年金が少ない。そしてまださらに本当に怪我をするリスクを背負ってまで働き続けなければならない、そういった現状があります。私はこの組織学の方でこの現状を少しでも変えてもらいたいと思いまして、やっぱり公が新しい仕事を安全で、そして少しばかりは本当に収入が入るような、そういった公的な仕組みの働く環境を整えるべきではないかといった、そういった一般質問をしました。具体的には高齢者の方が安全で働ける場所といったら、公益法人になっているシルバー人材センターがあるんです。このシルバー人材センター、本来ですと高齢者の方が地域のために、まあ、貢献をする旅館を利用して少しはお孫さんのためのお小遣いになればいいなということで、そういったために作られたのが本来はシルバー人材センターなんです。でも今ここまで社会の仕組み本当に困って変わってしまったので、そういった余暇をちょっとしたお小遣いだけでいいよという、そういった高齢者は本当に少ないんですね。シルバー人材センターの方で豊島区の場合ですけれども、アンケートを取りました。何が目的でシルバー人材センターに登録をしていますかと。その第1位はお金なんです。お金が必要だからという、そういったお答えが一番になってます。これは本当は制度としてはリタイアした人が地域のために、まあ、貢献をしてほしい、安い賃金でもいいから地域のために働いてほしい、そういったことで立ち上がったとかできた仕組み、まあ、これ50年前に作られた仕組みなんですけども、でも今それがもう全く機能していないので、ならばもう少し公的な仕事を、地域のさまざまな公的な仕事を出す場所としてシルバー人材センターを使ってほしい、使えることができないのではないかといった、そういった質問をしました。そうしたところ、まあ、区としてはそういったことは想定したことがないという、まあ、冷たい答弁でした。せめて時給1300円から1500円、そういった賃金をシルバー人材センターの方にもつけてほしいと。そして安全で安心する職場の環境を公が整えてほしいと、そういうことを訴えました。それは本当は公でできるんです。やる気になればできるんです。だけど今の都市学の方では
やるつもりはないと、やる予定はないといったそういった答弁でした。これ本来ですとやっぱり国がやらなければならない、国がもともと作ったそういった仕組みなので、国がこのシルバー人材センターとはまた別の高齢者が安心して働けるそういった公務を出せるような仕組みを作らなければならないと私はこのように考えています。ただ本当本来でしたら、まあ、この高齢の方たちがやっぱり老化という、まあ、自然現象に逆らってですね、いつまでも現役さながらに働くべきではないと私は思っています。でも今たった今この目の前の状況、もう年金が特に国民年金の場合はもう平均でも10万円切ってます。男性でも本当に7万円、そういった本当に少ない年金で生活なんてできないですよね。個人の方が尊厳を持ってきちんと暮らせる、そういったものを保障するためにやっぱり制度を作らなければならない、このように考えております。都市の区議会議員の塚田久子です。この今20駅前を利用して、都市の区議会のお話と、そして令和新選組の政策についてお話をさせていただいております。皆様のお暮らしいかがでしょうか。まあ、都市幕府は本当にこの目黒の駅前もゆったりとした、そしてもう人の流れもまあ戻ってきましたので、少し景気が上向きになったかなと、そんな感触も持つんですけども、それ本当にそれ勘違いなんですよね。私たちの生活の暮らしは全く良くなっておりません。それはさまざまなデータから明らかになったように、私たちの暮らしはこの30年間ずっと大変なままでした。加えてこのコロナと、そして戦争による物価高でもっともっと苦しくなってしまった。だからそのための手当をするのはやっぱり国がきっちりそこに支援をしていかなければならない。それ本当に当然のことなんですけども、今全く国がやっていない。だからその代わりにせめてこの自治体豊島区の方でその支援をやってほしいというのが、私が豊島区でこの間の区議会で定例会で訴えてきたことでした。賃金、働いている皆様の賃金いかがでしょうか。上がってますか。日本人の賃金ずっと下がってるんですよ。これは本当にその海外から見てももう G7 ですか、最悪最低のラインが日本の状況です。この賃金のアップをしなければ絶対経済は上向きになりません。そしてその経済の賃金のアップをするのは今民間任せで、民間の方が頑張ってくださいというふうに国も言っている。でも国も、民間の方もちっともこの賃金は上がらない。なので私は例えばこの区内で地域の中で公務を担う人のこの賃金をせめて1500円以上にはできないか、そういった質問をしました。これやろうと思えばできるんです。公務員のお給料、公務員のお給料というのはしっかりと決められているんですね。国の方の賃金の方である基準があって、それに沿って決められているので、正職員の賃金は、まあ、勝手に上げることはできません。だけれども、今豊島区においても正規で働いている方たち、いわゆる会計年度任用職員、この方たちというのは4割、5割を超えて今働いています。その方たちのお給料、さまざま、まあ、専門職によってばらつきがあるんですけども、これ、区が決めることができるんです。で、一般のこの会計年度任用職員の事務の方の賃金が、私の今このレポートの方にも書いているんですけども、ほとんど最低賃金と変わらないんですね。1200円程度。それで大事な公務の仕事を担っている。この方たちの賃金、せめて1500円にしていただけませんかというような質問をこの間いたしました。区の方は、それはできないという、まあ、本当にまたこれも冷たい答弁だったんですけども、やる気になればできるんです。区の方が公務を作って、そして区の中で会計年度任用職員の方ってほとんど、まあ、区内の区民なんですよ。そこの方たちにきちんと賃金を手当てをして、そして潤ってもらって家計も豊かになって、
そうした地域で経済を回す、地域でお金を使ってもらう、それをやるとこの中で経済が少しでも上向きになる、それは私できると思ったんですね。なのでそのような提案をいたしました。でもそういったことにはなかなか思いが至らないというのが今の豊島区の状況でもあります。そして残念ながらこのようなことを言うのが私令和新選組所属の塚田久子、多分議会の中で私だけなんです。こういったことを言う議員がもっともっと増えなければならない。でないとやっぱり議会も動かないです。議会もというか豊島区の方も本気になってくれない。私一人では本当に小さな力です。ぜひともそういったわけで皆様のお力、賃金が上げなければならない、経済を回さなければならない、そういった声を届けていただきたいと思います。私、令和新選組に所属をして今都知事区議会の方で活動しております。2期目になります。2期目の区議会議員です。今会派としては立憲民主党と会派を組んで6人でやっております。市民のために政策を作ろうということで立憲令和市民の会として活動しております。けれども国政の方にやっぱり気になる、この国政の方、今野党も与党もだらしがないということで令和新選組山本太郎を筆頭に本当にガチンコで勝負しに来ます。そういった国会議員も今本当に少ない。なのでぜひとも皆様の本当に苦しいこの気持ちを分かる議員を一人でも増やしていかなければならないと考えております。ぜひとも令和新選組の方にお力を貸してください。よろしくお願いいたします。今私たちの仲間がこのリーフレットをお配りをしております。令和新選組の山本太郎が表紙になっている、まあ、特にこの山本太郎の表紙の令和新選組の経済政策のこと、なぜ消費税をゼロにしなければならないかということを分かりやすく書いてあるこのパンフレット、そしてもう一つは、私の、区議会の豊島区議会のニュースをお配りをしております。このニュース、まあ、いつもはもう少し、大きな政治ものをお配りしているんですけども、今回はこの25日のこの外伝に合わせてということで、緊急でこの A4 の1枚のチラシを作りました。ここに書いてあるのはこの間の一般質問で質問させていただきました、賃金を皆様の区民の賃金を上げるために区が何ができるかを考えてほしいということを、一般質問したことが書いてあります。区の答弁はなかなか厳しいものでした。けれども私はこの自治体においてもやっぱり皆さんの賃金を上げる、今最低賃金で働く公務員の方も非正規の公務員の方も多いんですけども、それではやっぱり人間らしい生活ができない。1200円程度では年間200万ほどの収入ではなかなかこの大都会、家賃も高い豊島区では人間らしく暮らすことができない、そういった思いでこの質問をしました。せめて1500円、せめて時給1500円必要だと思いませんか。この間、ここにも書きましたけれども、イギリスの方では最低賃金をですね11.44ポンド、2128円に引き上げるというふうにイギリスの財務省が発表した。そういったふうに世界の先進国もなっています。この最低賃金、日本は確か韓国よりも低い、本当にそういった国になってしまいました。ありがとうございます。今私のスタッフ、仲間たちが一緒にこの、チラシを配っておりますので、どうぞ手に取ってご覧ください。そしてこんにちは、ありがとうございます。令和新選組の政策、そして私の区議会のニュースを、読んでください。そして私は今本当にこの様々な一見人が戻ってきて、にぎわいが増えたように見えるんだけども、実は賃金が上がらず、そして物価高がやってきた、そのせいで私たちの暮らしの足元の暮らしが本当に大変なことになっているということを
訴えて、そしてそれを分かって新しい政策、経済政策を打ち出すのは令和新選組だけだと本当に私強く思います。なのでぜひ皆様のその声を令和新選組の方に届けていただいて、そして一人でも二人でも令和新選組の仲間を増やしていかなければならないと私大変強い実感を持って、本当にもうこの2023年終わりなんですけども、考えております。ぜひともこのニュースを読んでください。今年の漢字の一文字が税ということで、まあ、税イコール私皆さんの消費税だと思うんですね。税金が高すぎる、その書いてあるものはその 10% の消費税です。消費税、まあ、インボイスも本当に始まっても大変なことになってるんですけども、この消費税がこの間国の発表で過去最高の収益を上げたと言いました。その収益どこに使われるんでしょうか。私たちの社会保障の方に全然還元がされない、取られっぱなしに、もうそれでは本当に意味がないです。なので今すぐできる、まあ、給付も必要なんですけども、今すぐできる私たちの生活にお金を戻してもらう、それは消費税を下げる、消費税を 10% から5にする、もしくはやっぱり0にする、これが一番手っ取り早い、そのことを皆様に分かっていただきたいと思います。国会の方では消費税を